テレビの前の全国の皆さん、こんにちは。日が陰って涼しくなりました。選手にとってはやりやすい環境と言えるかもしれません。迎えていますのはスペイン一部リーグ第28節、ビルバオ対バルセロナ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は木村和司さんでお送りします。木村さん、今日はよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。ビルバオ、スタメンはご覧の通りです。ビルバオ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。対するバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って、攻撃はそれからということでしょうね。オルバイス、鍵を握るのはこの人でしょう。調子も良さそうですし、今日も期待できそうですね。表情もいいですし、今日は見せてくれると思いますよ。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。リョレンテ、これはチャンスになりそうだ。シュートだ。やっと、これはキーパー、パスを出します。あー、旗が上がっていたようですね。これはオフサイド、リプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド、いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。フリーキックで再開します。このボールを前へ、どうでしょう、これキーパーです。ここはパスを出す。ここで後ろへパスを送ります。さあ入れる、ボレー、うわー、ジャーンズ、まずはバルセロナ先制のゴールを決めました。0-1、決めるべき人がきっちりと仕事をこなしました。この辺はさすがですね。素晴らしいね。リプレイです。素晴らしい連携、ディフェンス陣を翻弄しています。選手たちはしっかりと周りが見えていますよね。今キックオフしました。さあ前へ出した、コーション、ファール、今のは危険ですよ。サムリ、カードはないようですが、審判から厳しく注意を受けます。危ない、運がいいですね。アスレチックビル、直接行った、キーパー弾いた、うわー、オールダイス、芸術的な行為によってゴールに吸い込まれていきました。木村さん、どうですか。蹴る前にもう勝負は決まっていましたね。オルバイス、見事にゴールネットを揺らしました。先ほどのゴールシーンです。オルバイス、いやー、素晴らしいですね。あれはいいコースに蹴ったキッカーを褒めるべきでしょうね。さあ試合後、笑っているのは果たしてどちらのチームか。キックオフです。手元の時計で前半27分、バルセロナいい感じで攻めているとは思いますが、ちょっと中央に寄っていますね。もっとピッチを広く使って攻撃したいですよね。これはタッチを割りました。スローインになります。アンドニー・ラオラ、さあチャンスだ、ディフェンス防ぎました。
このボールを前へ前へ、さあチャンスだ、シュートだ、キーパー飛びついた。これはハビゴンザレス、攻守が入れ替わります。さあチャンスだ、いた、ディフェンス防ぎました。ゴールマウスを捉えきれませんでした。リョレンテ、さあチャンスだ、遠目からシュート、キーパーです。ここでホイッスルです。前半が終了しました。同点となっています。いい試合ですね。後半も楽しみです。ここまでの展開を振り返ってみましょう。まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。もうどちらが勝つか全く分かりませんね。後半開始のキックオフです。両チームメンバーの交代なさそうですね。ボールを回していきます。一旦後ろへ、チャンス、いったか、うわー、ジャーンズ、勝ち越しのゴールが決まりました。1対2、ジャーンズ乗ってますね。ボロボロしますね。はい、今のゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。今キックオフしました。サモディ一度下げます。さあ前へ出した、どうでしょうこれ。アウブリー、このプレイはファールになります。アスレチックビルバオ、どうやら選手交代のようですね。木村さん、この交代どう見ますか。この交代によって流れが悪くならないといいですがね。フリーキックで再開します。このボールを前へ、右に持っていきました。攻守が切り替わります。どうするか、前へ出す、大事にしたいね。一旦後ろへ、このボールを前へ、ここは寄せてきます。縦へ出します。さあチャンスだ、ここで奪いました。ファール、あまり熱くなっちゃいけんね。アウグリ、カードはないようですが審判から厳しく注意を受けます。このファールで一旦流れが止まりましたね。いやー、これは痛そうですね。今のは危険ですよ。この時間帯に選手交代ですか。フィンテ、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。角度的に少し厳しい位置からのフリーキックとなりますが、彼なら狙ってみるのも面白いでしょうね。これはラインを割ります。スローインになります。前、チャンス、ニアに合わせた、なんとか止めました。ディフェンス防ぎました。ファウルです。今のは危険ですよ。ここは注意にとどめます。際どいプレーでしたからね。まあ今回はうまく見てくれましたね。さあフリーキックです。これはラモス、このボールを前へ、縦へ出します。下げます。右のサイドを使います。チャンスですね。来ましたよ。笛が
鳴って、これは PK です。やっちゃったね。バルセロナ、ここは PK、 絶好の得点チャンスです。こういう場面こそリラックスですよ。これが決まった。差を広げます。バルセロナ1対3。アベルゴメス、いや張り決めてきた。リプレイです。オスカローニ、阻むことができませんでした。こういう時のキーパーはそんな役回りですからね。キックオフされました。ここでプレスをかけていきます。ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。ホルム、カードはないようですが、審判から厳しく注意を受けます。危ない。運がいいですね。遠めの位置です。ここはカット、アビゴンザレス中に入れた。結局合いませんでした。これはジャーンズ、どうでしょう。これ来ましたよ。シュートだ。これはキーパー。そしてここで試合終了のホイッスル。終わってみれば1対3でバルセロナ、このゲームをものにしました。ということで、改めて木村さん、バルセロナ、高い技術と連携を見せてくれました。自分たちの良さを出し切った見事な勝利ですね。本日は実況をやつづか、解説は木村和志さんを迎えてお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。ほんじゃあね。それでは皆さん、ごきげんよう。世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。気持ちのいい太陽が差し込みます。今日はサッカーするにはもってこいですね。迎えていますのはスペイン一部リーグ第29節、バルセロナ対マラガ。今日の試合、実況や通過、解説は水沼貴さんです。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。続いてマラガ、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。バルセロナ、現在優勝を狙える位置にいます。ここで油断をせずに普段通りのプレーを見せてほしいです。激しい試合になりそうですね。どちらも負けることは考えてません。間もなく前半45分が始まります。審判の笛とともにゲームがスタートしています。左から攻め上がるのはバルセロナ、そして右に構えますマラガ。スルーパス、ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。ササルナバス、カードはないようですが審判から厳しく注意を受けます。際どいプレーでしたからね。今回は甘く見てくれましたね。ヘピン、これは大丈夫でしょうか。バルセロナ、これはいい場所からのフリーキック。直接行った、壁に当たった。
シュート、キーパー弾いた、見事だ。アベルゴメス、いやー強烈なボールがゴールに突き刺さりました。すごいキックですね。アベルゴメス、ここで決めてきました。ではリプレイを見てみましょう。アベルゴメス、綺麗に決めてきました。あれはいいコースに蹴ったキッカーを褒めるべきでしょうね。キックオフです。ここは寄せてきます。これはどうだ。ここはカット、ここはカット、セサルナバス、ボールは生きている。さあ入れる、ここは逃げたい、カット、チャンス、チャンスです。ボレーできた、サボディ防いだ。これはタッチを割りました。スローインになります。タッチを割ります。スローインになります。左に持っていきました。ラモス、ルーズボール、ナイスカバーです。チャンス、さあチャンスだ。クロスを入れる、カット、面白い、カット、これは旗が上がりました。今のプレイです。これはオフサイドですね。もう少し攻め方に変化を持たさないとダメですね。さあフリーキックです。パスを送ります。ボールこぼれた、パスを送ります。チャンス、いったか、キーパー弾いた、これはうまく弾いています。リプレイが出ます。これはいいシュートだったんですが、積極的でいいですね。この調子でいけば得点も時間の問題でしょう。どんな形で攻めてくるんでしょうか。ここは何とかしたいですね。さあ蹴った、ヘッド、うわー、ゴールだ。リードを許しません。ここで同点ゴール。マラガ1対1。コーニャゴ、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。先ほどのゴールシーンです。これは彼のポジショニングが良かったんですね。ゴールを狙う意識の高さがプレーに表れてますよ。これで振り出しです。さあどちらが先に流れをつかめますでしょうか。キックオフです。どうでしょう、これカルロス、ここでホイッスルです。前半45分が終了です。同点となっています。後半はもっと点を取りに行ってほしいですね。ここまでの展開を振り返ってみましょう。まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。どちらが勝つか全く分かりません。目が離せませんね。後半開始のキックオフ、両チームメンバーの交代なさそうですね。どうでしょう、これいた、キーパー弾いた、
クリア。どうでしょうこれ、ダイレクト、あーっとシュートだ、うわー、モラレス見事に逆転しました。マラが1対2、頼りになりますね。今のゴールシーンです。モラレス、あそこはよく詰めていましたね。いやさすがですよ、あのこぼれ球への反応早かったですね。今キックオフしました。さあ前へ出した、攻守が切り替わります。どうするか、パスを出します。これはチャンスになりそうだ、シュートだ、キーパー弾いた、決めたぞジャーンズ。ここで同点に追いつきました。バルセロナ2対2。リプレイです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。来ましたね、いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。これで振り出しです。さあどちらが先に流れをつかめますでしょうか。キックオフです。どうでしょうこれ、ディフェンス防ぎました。ここで後ろへ、マラガファールです。マラガ、どうやら選手交代のようですね。水沼さん、この交代どう見ますか。この膠着状態をどうにかしたいですね。バルセロナ、ここで選手交代があるようです。水沼さん、この采配についてはどうでしょう。膠着状態から抜け出したいですね。遠目からのフリーキック、さあどうきますか。嫌なボールです。これは合いません。これはキーパーです。これはモラです。さあ前へ出した、どう持っていきますか。どうでしょうこれ、これはオフサイドです。今のプレイです。前に残っていました、オフサイドです。もう少し攻め方に変化を持たせないとダメですね。フリーキックで再開します。いったか、キーパー弾いた、素晴らしい反応を見せました。リプレイです。これは決めたかったですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。この時間帯に選手交代ですか。流れを変えたいですよね。いい時間帯でチャンスを得ました。そうですね、ここのチャンスを無駄にはしたくないですよ。キーパーです。ディフェンス防ぎました。手元のと抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。リプレイです。これはオフサイドですね。いいところ見てましたね。今のでいいと思いますね。フリーキックで再開します。フェルナンデス、一気に前へ、左へ、ここからどうしますか。下げます、一度下げます、パスを送ります。さあ来ますよ。ナイスカバーです。弾いた、チャンスです。ゴール入った、ゴール、
見事に逆転しました。バルセロナ3対2。ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーンです。ホルム、あそこはよく詰めていましたね。いやさすがですよ、あのこぼれ球への反応早かったですね。残り時間が少なくなってきました。今キックオフしました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り3対2でバルセロナゲームを制しました。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事な攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況を八つ塚、解説は水沼貴さんでした。水沼さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。今日は朝からどんよりとした天気です。迎えていますのはスペイン一部リーグ第30節、マドリッド対バルセロナ。今日の試合、実況は八塚博史、解説木村和志さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。マドリッド、スタメンはご覧の通りです。マドリッド、オーソドックスな布陣できました。一方バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。レオカン、鍵を握るのはこの人でしょう。今日は調子が良さそうです。見ていて本当に頼もしい選手ですよね。審判の笛とともにゲームがスタートしています。これはジャーンズ、
チャンス。タッチを割ります。スローインでゲーム再開です。ここはパスを出す。下げます。縦へ出します。下げます。大きく前へ蹴り込みます。マクシロドリゲス。さあチャンスになりますよ。ディフェンス防ぎました。パスを送ります。左へ出し下げます。左に持っていきました。左のスペースを使います。これはタッチを割りました。スローインになります。これはラインを割ります。スローイン前。手元の時計で前半の30分。いった。左のスペースを使います。さあチャンスだ。クロスボール、どうか。これはキーパーです。ここはパスを出す。パスを送ります。一度下げます。もっとスペース作りたいね。浮かせてきた。ファールです。アトレティコマドリッド、フリーキックのチャンス。これはいい位置ですね。ちょっと運がなかったか。悔しい。リプレイです。これは決めたかったですね。決めたかったですね。パスを出します。どうでしょう。これ奪った。ここでホイッスルです。前半が終了しました。両チームとも無得点。後半はもっと点を取りに行ってほしいですね。さてここまでの展開ですが、バルセロナなかなかシュートまで持っていけないですね。状況は五分ですが、もっとシュートチャンスを作ってほしいですね。さあ後半開始です。両チームともどうやら選手交代はないようですね。一旦後ろへ。ポドフスキー、下げます。左へ、右へ出します。左へ、ラモス、前へ出す。バルセロナここからどう持っていきますか。どうでしょう。これこのボールを前へ。このプレイはファールになります。これはイエローでしょう。やってしまったね。これはいけますかね。これは大事に至らなければいいですね。さあフリーキックです。出したいところ、奪います。ペレ、左へ出します。大事にしたいね、大事にしたいね。どうでしょう。これ奪った。ラモス、前へ。どうでしょう。これ来ましたよ。いったか。うわー、抑え。均衡を破ったのはバルセロナ。0対1。ボセリしっかり押し込んできましたね。今のゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。
キックオフです。面白い、ヒットだ、キーパーです。右のスペースを使います。ここはパスです。これはキーパーです。パスを送ります。このボールを前へ、ここで奪いました。これはチャンスになりそうだ。中に入れた。これは旗が上がりました。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。さあフリーキックです。ラモス、ここで後ろへ、右のサイドを使います。チャンス、ルーズボール、ここで奪いました。さあコーナーキックです。この時間帯に選手交代ですか。木村さん、これどういう交代ですかね。とにかく点を取りたいですね。バルセロナ、追加点のチャンスです。大事にしたいですね。さあ蹴った、早く出したい。ここはカット。さてどうしますか。これはどうだ、チャンスです。あーっと PK だ、 PK。 これは厳しいよね。アトレティコマドリ、決定的なチャンスをもらいました。こういう場面こそリラックスですよ。キーパー弾いた、チャンスですね。うわー、決めました。アトレティコマドリッド1対1。ダジェットしっかり押し込んできましたね。先ほどのゴールシーンです。ガジェッティ絶妙のタイミング、ディフェンス陣の裏に飛び出しました。木村さん、いい動きしてますよね。気持ちでもぎ取った1点ですよ。これはどちらがこの勝負を制するんでしょうか。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り1対1で、この試合同点で幕を下ろしました。試合の方はご覧のような結果なんですが、木村さん、今日の試合振り返ってみてどうですか。そうですね、白熱した展開で見どころが満載でしたよ。本日は実況を八塚、解説は木村和志さんでした。木村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。
テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。試合開始が刻々と迫っています。迎えていますのはアジアオセアニアクラブカップ準決勝、バルセロナ対クエート。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説水沼貴史さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナ、これがスターティングメンバーです。バルセロナ、守備を固めた布陣となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。続いてクエ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。ジャーンズ、鍵を握るのはこの人でしょう。今日は調子が良さそうです。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。さあ、いよいよ前半開始のプレーが鳴ります。期待せずにはいられません。さあ、始まりました。前半45分のキックオフです。左にバルセロナ、そして右にアルクエ、ルーズボール、アルタマウ奪います。下げます。一度下げます。スペースを作りたいですね。どうでしょう、これキーパーです。これはタッチを割りました。スローインになります。縦へ出します。あー、これは旗が上がりました。今のプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。さあ、フリーキックです。これはどうだ。前へ出します。左へ。ここからどうしますか。オスマン、チャンスです。キーパー弾いた。ディフェンス防ぎました。これはラインになります。スローインになります。ここは止めました。ここはパスを出す。大きく前へ蹴り込みます。チャンスですね。クロスボールが入る。出したいところ、カット、飛び込んできた。前へ出します。アルシャール。手元の時計で前半の30分。バルセロナ、周りを使うパスが少ないですよね。一人で何とかしようとするのではなく、周りの選手を使ってほしいです。スローインで中に入れます。縦へ出します。一旦後ろへ。通るか。チャンスです。クロスボールが入る。タッチラインを割っています。スローインになります。クロスボールが入る。うまい。ギサ、待望の先制点が入りました。バルセロナ1-0。ギサ、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。それではリプレイを見てみましょう。2列目以降がうまく飛び出してフリーになりましたよね。抜け出した後しっかり落ち着いていたのが良かったですね。今キックオフしました。うまいこと抜け出しましたが、しかしながらこれはオフサイドになりました。 VTR が出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。微妙なところですけどね。フリーキックで試合再開です。ふわりと蹴った。いた、キーパー弾いた。チャンスですね。タッチを割ります。リプレイが出ます。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。バルセロナ、前半のラストプレーになりそうです。サードはヘッド、しっかり取ります。前半45分が終了です。バルセロナ、
最小得点差ながらリードしています。そうですね、しかしまだどう転ぶか分かりませんよ。さてここまでの展開ですが、バルセロナいい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思います。後半開始のキックオフです。両チームメンバーの交代なさそうですね。面白いクロスボール、どうか、うまく止めました。しっかり見えてます。ボールを回していきます。攻守が切り替わります。どうするか、ここで囲みます。前へ出す、一旦後ろへ。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。ああ、旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。リプレイが出ます。前に残っていました、オフサイドです。チャンスと見れば積極的に狙いに行ってますよね。フリーキックで試合再開です。前へ出します、前へ出します。ミドルシュート、キーパー弾いた。右オスマン、浮かせてきた。どう持っていきますか。ファールです。この時間帯に選手交代ですか。ヌニエス、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。さあフリーキックです。ファールです。さあフリーキックです。面白い、どうでしょう、これ飛び込んだ、キーパー弾いた、合わせてきました、うわ入った、ハンワイ追加点、バルセロナ2対0、ハンワイここでゴールゲットきましたね。今のプレーをもう一度見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。来ましたね、いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフされました。パスを送ります。さあ前へ出した、これはキーパーです。ここはパスを出す、下げます、左のスペースを使います。アルクエ、ここからどう持っていきますか。最後はキーパー、パスを出します。ヌニエス、チャンス、最後はキーパー、いったか、ゴール入った、ボセリ、バルセロナこの差は大きい、3対0、ボセリ押し込んできましたね。先ほどのゴールシーンです。ボセッリ、あそこはよく詰めていましたね。いやさすがですよ、あのこぼれ球への反応早かったですね。今キックオフされました。前へ、このボールを前へ、攻守が切り替わります。どうするか、さあ前へ出した、ここはパスを出す、ムバラック、そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、3対0でバルセロナ勝利を収めています。
ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、この試合の結果で決勝進出が決定しましたが、どうご覧になりましたか？ここまで来たら目指すは優勝でしょう。やってくれると思いますよ。本日は実況八つ塚、解説は元日本代表水沼貴史さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、この辺で。世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。本日の天候は曇り、雨が心配されます。迎えていますのはスペイン一部リーグ第31節、バルセロナ対カディス。今日の試合、実況八塚博士、解説木村和志さんにお願いしています。木村さん、今日もよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ、守備を固めた布陣となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。これに対しますカディス、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。バルセロナ、首位争いを制すにはこの試合負けるわけにはいきません。熱い試合になるとは思いますが、冷静に試合をコントロールしたいですね。前半45分のスタートです。ボールを回していきます。終盤非常にプレッシャーが効いています。ここからどうしますか。前へ出す、下げます。チェックに来た、タッチを取ります。スローイン、どうでしょう。これナイスカバーです。ここで後ろへ、チャンスですね。ナイスカバーです。これはキーパーです。これはケティング、前へ出す。フォローが欲しい。デラクエスタ、このボール前へ。ここはパスを出す。ここはカット、これはいい形だ。突っ込んできた、キーパー弾いた、タッチを取ります。リプレイです。ちょっと力みすぎたんでしょうか。決めたかったですね。
バルセロナ、このセットプレーのチャンスを生かしたいところです。さあ蹴った、ヘディング、いやー見事だ、ラモス待望の先制点が入りました。バルセロナ1対0、ラモスここでゴールゲットきましたね。先ほどのゴールシーンです。完全にフリーにしてしまいましたよね。これはちょっと集中が足りなかったように思います。キックオフです。パボーニ下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。さあ前へ出した、どうでしょう、これ奪った、早く出したい、ここはカット。さあコーナーキックです。バルセロナ前半のラストプレーになりそうです。結局合いませんでした。ここで前半戦が終了。バルセロナわずかに1点のリード。まだまだ油断できませんよ。早く追加点が欲しいところですね。さてここまでの展開ですが、バルセロナいい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思いますよ。後半開始のキックオフです。両チームともどうやら選手交代はないようですね。つながるか、チャンスですね。どうでしょう、これクロスボール、どうか、クリアしたい、下げます。一旦下げました。サイドのスペースを有効に使いたいですね。ここからどうしますか。スルーパス、抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド、いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。さあフリーキックです。さあ前へ出した、あーこれは旗が上がりました。リプレイです。これはオフサイドですね。もう少し周りを見てプレーしないと、せっかくのチャンスを潰すことになりますよ。さあフリーキックです。パスを送ります。チャンス、パスを出す、チャンスですね。面白い、飛び込んできた、キーパー弾いた、ファウルです。これは危険なタックルですね。イエローですね。今のは完全に狙いに行ってましたから。バルセロナフリーキックのチャンス、これはいい、ゴールを狙った、いやーゴール入った、ジャーンズ1点追加、バルセロナ2対0。やはりここ一番で頼りになりますね。この辺はさすがですね。素晴らしいね。今のゴールシーンです。ジャーンズ、いやー素晴らしいですね。あれはいいコースに蹴ったキッカーを褒めるべきでしょうね。キックオフされました。通るか、縦へ出します。さあチャンスになりますよ。ナイスカバーです。前へ出します。パスを送ります。チャンス、左サイドを使う、
ハリス。中央から突破を図る。遠目からシュート。前へ出します。ここで後ろへ、縦へ出します。ボールを回していきます。ここで後ろへ、前へ出す。ロングシュート。残念。悔しい。リプレイが出ます。あと少しのところでした。この調子でどんどん狙っていきたいですね。この時間帯に選手交代ですか。最後まで諦めないでほしいですね。ここで試合終了。ご覧いただいた通り2対0でバルセロナゲームを制しました。試合の方はご覧のような結果なんですが、木村さん、バルセロナ終盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰していましたね。本日は実況八つ塚、解説は木村和志さんでした。木村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。